私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。 VS 魂、番組改善の失敗、番組のコーナーを適当に使っているのか、ジャニーズファンは番組を見限るのか、嵐の相葉雅紀がメイン出演する VS 魂グラデーションが20日に放送。 VTR に頼る企画が多く、視聴者から苦言が相次いだ。同番組は企画自体が迷走していて、近年では打ち切り説が囁かれているほど、毎週レギュラーながら放送自体は隔週間隔が多く、視聴者もジャニーズファン以外定着しません。そんな中で今回の企画に不満の声が集まったんです。20日に放送されたのは、芸能人所持金グラデーションの第3弾。アンミカ、藤田ニコル、ヒコロヒー、ぼる塾ら女性芸能人の所持金をランキング形式で当てるというものだった。しかし、VTR が15分以上もあってファンから反感が。企画自体にもツッコミがあり、ツイッターでは、芸能人の所持金なんでどでもいい、メンバーの会話がもっと聞きたいっていつわかってくれるのかな。芸能人の所持金は正直興味ない、芸能人のお金のやつあんま好きじゃない、スタジオでみんなでワイワイするのがもっと見たいな、時間割りくコーナー間違ってない、との声があった。スタッフからすればジャニーズファン以外の視聴者も取り込みたいという思いなのでしょうが、もともと定着していた視聴者を裏切るようなテコ入れ企画を放送してしまった。もちろんゴールデンですし、視聴率も劣らないといけないのでしょうが、だったら手垢のついた企画ではなく、もっとオリジナリティのある企画を放送してほしかったですね。ジャニーズファンにすら愛想を人化される前に企画を再考してほしいものだ。相葉のほか、風間俊介、佐藤勝利、セクシーゾーン、藤井流れ星、志優太、キング&プリンス、不所引きらジャニーズの人気タレントが出演する本番組。もともとは嵐が活動休止する前にレギュラー放送されていた VS 嵐を引き継いだ VS 魂。2021年開始当初は VS 嵐と同じくアトラクションゲームで対決をしていたが、今春には番組内容一新。ジャニーズのレギュラーはそのままに、番組名を VS 魂グラデーションに改題した。またはその他のニュース。相葉雅紀さんと共演の松本実薫さんが、ある人へのプレゼントの相談など、やってはいけないことをします。相葉雅紀にとって初となるホラー映画、それがいる森、が、2022年9月30日かね、より公開となる。現場ではあの人へのプレゼントの相談も。今作が初共演ということですが、共演してみていかがですか？相葉雅紀、この作品を撮影する前は嵐の番組にゲストで来ていただいて、ご一緒したくらいで、あまりお話をしたことがなかったんです。でもその時にお母さんと一緒にライブに行きましたとおっしゃってくれて嬉しかったですね。普段撮影に入ってしまうと、僕はそこまで共演者の方と打ち解けて話せるタイプではないのですが、松本さんとはたくさんお話した気がします。松本穂、こううちの母は本当に嵐さんが大好きなので、前からライブなどを観させていただいていて、世間の皆さんが思うような優しくて面白い方というイメージを持っていました。今回ご一緒しましたが、いい意味でそれが全然変わらない。寒い中で撮影している時にカイロをくださったり、私のプチ相談に戻っていただいたり、本当に優しい方です。相葉雅紀、そういえばどうだった？相談してきてくれたケンティー中島健人への誕生日プレゼント、結局何にしたの？松本穂、こうお酒とグラスにしました。相葉雅紀、こういう話をしていたんでしょう。松本さんがケンティーとの作品の公開前のタイミングで撮影があって、今度会うのでということで相談をしてきてくれたんだよね。松本穂、こう他にもおすすめのお酒を教えていただいたりしましたね。他ではない、演出と語った那智田監督の現場。撮影を通して相手に対してすごいなと思った部分はありましたか？
相葉雅紀お芝居はもちろんすごいし、気負った感じもしないし、いい意味で力が抜けていて素晴らしいなと思いました。自然体で現場にいられて、あんまり緊張されていないような印象を受けました。松本穂、こう私も同じようなことを思っていました。すごく自然体でしたよね。中田監督も相葉さんが自然体で現場にいらっしゃるとコメントを出されていました。相葉雅紀ホラー映画が初めてだったので、どういう現場なのかなって思っていたんです。重いのかなとか、怖いことが起きないといいなという思いがあって、あえて自然体でいることを心がけたかもしれないですね。ホラーならではの演技を求められる場面はあったのでしょうか？相葉雅紀ホラーだからということはあまり意識していなかったです。中田監督のしてくださる演出に応えていくという、ここをもうちょっと大きく、みたいな指示が多かったよね。松本穂、こう何倍、とか数字で言われることが多くなかったですか？相葉雅紀あったあった。70% 上げて、とか。恐怖度合いをパーセンテージで表していて、このシーンは映画の中で何割まで進んでいるから、何パーセントという言い方をされていましたね。他の現場ではつけられないような演出だったので面白かったです。この作品には相葉さん演じる純一の息子役として後輩の上原健心さんも出演されていますね。相葉雅紀それこそ剣心くんはほとんど初めての演技という状況で、松本さんもいっぱい付き合ってくださっていました。彼はとてもいい経験をしたと思います。監督にも相当指導していただいていましたが、根負けすることもなくて、松本穂、こう楽しいって言ってましたよ。相葉雅紀、ね。ふてくされることもなく、最後までやり遂げていて素晴らしいと思います。ホラー好きな両者、それぞれのこだわり。お二人は普段からホラー作品をご覧になりますか？松本穂、こう、私ホラー大好きなんです。相葉雅紀、ええ。どういうものを見るの？松本穂、こう全体的に気持ち悪い違和感があるような作品が好きです。何も考えたくない時に見ます。相葉さんは見られますか？相葉雅紀見る、よ。見るけど、こういう風、手で目を覆いながら、になっちゃう、ショー。松本穂、こう一人では見ないですか？相葉雅紀、うん、一人では見ないかな、ショー。でも子供の頃から好きだったので、よく友達や家族と見たりしていました。チャッキーとかジャパニーズホラーとか本当にあった怖い話とか見るし、見る時のこだわりはありますか？例えば音量など、相葉雅紀音にびっくりしてしまうので僕はちょっと下げます、ね、ショー。ついついやってしまう、こと、音を寝台に語る。今作は入ってはいけない森に入っていってしまったことから恐怖が始まっていきます。そこで、お二人が、やってはいけないと思いながら、ついついやってしまうことを教えてください。相葉雅紀ソファで寝ちゃうとかですか？松本穂、こう、あ、寝ちゃうんですか？相葉雅紀寝ちゃうんだよ、から。で、夜中の3時くらいに起きちゃって、シャワーを浴びるんだよ。松本穂、こう、あーしんどい。でもありますよね。お風呂に入らなきゃって言いながら、気づいたら寝ちゃってるとか。相葉雅紀、で朝入るんでしょ？面倒くさいんだよね。夜中の暴飲暴食とかはしない？松本穂、こうお酒を飲んじゃうともういっか。ってなることはあります。すでにいっぱい食べてるんだから、と。相葉雅紀これだけ食べちゃったらもういいな、と。僕は結構お菓子とか食べちゃいますね。美味しいんだよね。ショー。では最後に作品の見どころを教えてください。相葉雅紀剣どころは、やっぱりそれが何なのかだと思います。ね。松本穂、こうそうです。ね。得体の知れないそれが何なのかもそうですし、みんながどんどん行動して変化していくので、人間関係にも注目してもらいたいです。相葉雅紀僕が演じた純一もお父さんとして成長していきます。お話自体も面白いと思うので、楽しみにしていてください。東京で元妻と暮らしていた息子の和也と、しばらく一緒に暮らすことになった田中純一、相葉雅紀。
ちょうどその頃から近くの森で怪奇現象が発生し、住民の不審死や失踪事件が相次いでいた。そんな説、純一と和也は得体の知れないそれを目撃してしまう。それとは一体何なのか？リングや即暗い水の底からなどを手掛けてきたジャパニーズホラー界の名将中田秀夫監督が新感覚のホラーエンターテインメントに挑んだ本作。8年ぶりの映画主演を務めた相葉雅紀と和也が通う小学校の教師を演じた松本実校にインタビューを実施。共演した感想や、入ってはいけないとされる森から始まる恐怖にちなんで、やってはいけないと思うのについやってしまうことについて聞いた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。